メンバーたちはコインを使用するカラオケマシンについて話す生放送を開催しました。会話は彼らがカラオケマシン、ミュージックコアをどのようによく使用しているかについて続きました。NCT プラスは27のメンバーのカラオケ好きはファンにはよく知られているかもしれない。でもファンじゃない人にとっては面白いはず。エンターテインメントが作ったボーイズグループがどのようにして他のグループが恐れるほどカラオケマシン、ミュージックコアを独占したのかを知るために、最近メンバーたちはコインを使用するカラオケマシンについて話す生放送を開催しました。NCT プラスは27のメンバーがカラオケマシン MC コアをどのように頻繁に使用しているかについて会話が続きました。ミュージックコアのカラオケコインといえば私たちがよく行くので他のグループはなかなか行かないんです。とゆうたさん。さらに面白いのはミュージックコアのスタッフが NCT プラスは27のメンバーにカラオケ機をそのまま持ち帰るように言ったことです。だからそこのスタッフは彼を家に連れて帰るように言われたのです。とどよんは言いました。別のメンバーはスタッフさんはそのまま持って帰ってくださいって言ったんですよ。そのまま持って帰ってくださいって言われたんです。と答えた。NCT プラスは27のメンバーはさまざまな機会にカラオケが大好きであることを示してきました。テヨンと彼の友人たちはメンバーが交代で歌うカラオケを最大何十時間も楽しんでいるとさえ話している。これに対しファンは爆笑した。彼らは自分の母を持っているようです。なぜ彼らがそんなにカラオケが好きなのか本当に驚きました。彼らは決して退屈することがなく一日中一緒に過ごしますとファンはコメントしました。彼らのカラオケの趣味は自分の家だけではなく他の人の家にも及んでいるようです。カラオケアンバサダーは本当に違いますと別の人は付け加えた。